お疲れ様です。チャー TV 中の人うちは4姉妹って言います。よろしくお願いいたします。ということで今回もウィニングポスト9 2022やっていくんですけども、今回は何をやっていくかと言いますと、どうしたゴリラって感じなんですけども、何をやっていくかと言いますと、おすすめなローテーションをね、皆さんと共有させていただければと思いますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。さあ、ということでね、まずローテーションって何っていう話なんですよ。ローテーションっていうのは自分で決めたレースの1年のね、流れっていうのを登録しておくことができるんですね。で、こちら、機能の方を言っていただくと、セーブの下にローテーションって書いてあると思うんですけども、こういった形でね、もともとこういった形で日本だったり欧州だったりアメリカだったりでローテーションが組まれているんですね。例えばですけども、コバの日本の王道って言われているね、コバ王道完全制覇っていうのがあるんですけども、これがね、大阪杯、天皇賞、春、宝塚記念、天皇賞秋、ジャパンカップ、有馬記念ってあると思うんですね。で、長距離になるとそれに阪神大賞典だったりっていうのがついてきたり、大阪杯がなくなってくよとかあるんですけども、こういった形でね、もともと登録されているローテーションっていうのがね、各エリアであります。で、そちら右書いていただければね、欧州もね、中長距離だったらこんな感じ、中距離だったらこんな感じっていう形で、得意な距離ごとによってね、ある程度細分化されてるんですけども、まあね、このローテーションっていうのが偏ってきちゃうんですよね、どうしてもね。王道すぎちゃって、もう例えばですけども、アメリカでやっていく形であると、コバのダート中距離ってなると、ペガサスワールドカップ行って、サウジカップ行って、ドバイワールドカップ行って、謎の G2 挟んで、みたいな感じになるじゃないですか。で、これはね、あくまでも光栄さんがね、設定してくれているローテーションなわけなので、いわゆるね、主流って言われているね、レースをこう踏んでいくイメージだと思います。欧州の中長距離であれば、聞いたことあるようなレースばっかだと思います。ドバイシーマあってね、ガーネーあって、コロネーションカップあって、エクリプスステークスですね、キングジョージ、クイーンエリザベスもあって、アイリッシュチャンピオンステークスですね、凱旋門賞、ブリーダーズカップ、ターフ、ジャパンカップまでがね、一応この中長距離って形なんですけど、中距離にするとね、こういった形でドバイターフから始まってっていう形で、まあね、このウィニングポストの世界っていうのはね、 G1 めちゃくちゃいっぱいあるんですよね。まあ全世界の G1 って形になりますんで、アメリカとね、欧州、そしてね、オーストラリアね、サウジアラビア、ドバイワールドカップっていうね、そして香港っていうね、形ですけども、こういった形でね、日本であればね、条件戦からってあって、まあ世界だとね、基本的にオープン以上のレースっていう形になってきて、エリアに関しては欧州香港とかね、上にちっちゃく書いてあるんですけども、まあね、このローテーションっていうところで、今回ね、おすすめなローテーションをね、ご紹介させていただくんですけども、僕的にね、やっぱね、今作というか、まあ、今まで通りそうなんですけども、土佐回りっていうのが必要なんですね。何言ってんのこいつみたいな感じ、ゴリラどうしたみたいな感じなんですけど、土佐回りっていうんでね、ドアサドアサドアサみたいな感じなんですよ。土佐回りが必要なんですよ、このゲームっていうのは。プラスやっぱりね、金策っていうね、この2つがね、結構重要なんですね。土佐回りって何って言ったらね、まあちょっと G1 届かないかもしれないけど、でも裏路線みたいなね、海外の G1 とかでも裏路線だったりね、日本の G1 と絡めたり、ダートと絡めたりすると結構ね、こうね、賞金が稼げたり、まあ G1 という格はね、どこ行ったって同じですからね、基本的には国際 G1 なので大体が。で、そうなってくると、まあその G1 の格っていうところでね、しっかりね、踏んでいくことによって、その馬の価値を上げることができるわけじゃないですか。で、まあそれをね、しっかりね、自分の中で覚えてられればいいんですよ。僕みたいにちょっと一年行っちゃってる人は大体覚えてるんでね、ローテーションあんまり組むことはないんですけども、ただめんどくさいんですよ、1月の1週にね、毎回組むの。もう僕の生配信ね、2回に1回、1月の1週から大体始まってると思うんですけども、だからそのね、1月の1週お前始まんの遅えよみたいな感じじゃないですか。それをね、画期的にしてくれるのがこのローテーションっていうシステムなんです。自分でね、各エリアごとにこう登録していくことによって、こんだけね、未登録ありますからね。例えばですけども、牝馬の短距離だったらこういうローテーション組んでおこうよとか、ボバのね、3歳のね、国内の G1 厳しいかもしれないけども、海外行けばワンチャンとかね、もう賞金稼ぐためだけのっていうね、いろいろなローテーションを組むことができるんです。日本で50個ね、欧州でも50個、米国で50個ですから、150個もあるわけですよ、ローテーションっていうのはね。光栄さんが用意してくれた埋まってるところもあるんですけども、それ以外の未登録っていうところは自分で登録をすることができるんですね。で、今回ご紹介させていただくのはね、4つのね、簡単なローテーションかもしれないんですけども、まあ、土佐回りっていうね、考え方ですね、が地方と海外の長距離であります。まあ要はね、主流というか、若干こうね、癖のある馬であればこなしていけるだろうっていうところ。もう一つはね、もうお金にローテーションした芝と砂で一つずつっていう形になります。まあちなみにね、これね、配合のことを考えるならば、こういうね、土佐回りとかするんじゃなくて、主流のね、なんちゃら三冠とかね、なんちゃら三冠を踏んでいく方が絶対にいいっていうのは間違いないんですね。
なんでかっていうと、コバ王道三冠っていうね、春コバ三冠、秋コバ三冠っていうのは全部三冠配合にカウントされていくわけじゃないですか。ってことはですよ、ボバで三冠できなくて、牝馬でも三冠できなくても、例えばですね、欧州ボバマイル三冠だったりっていうね、このゲームで三冠っていうね、三つ取るっていうのが非常にね、結構重要だったりはするので、この土佐回り系っていう、金策系っていうのはあくまでも、それをこなしてもう三冠を取ってるよっていうのを前提にはなってくる。あとはもう取れなかったんだけど、まあ、この後の余生をね、最後の1年とかで自分のその馬の価値を高めるだったりだとか、まあ、あとはですよ、まあ、単純に今僕はまだ123億円しか持ってないわけですよ。もうウィニングポストだと少ない方なんです、このね、所持金っていうのは。これをね、1年でだいたいね、100億円近くね、ドーンと増やしていきたいわけじゃないですか、1年分回すなら。そういうところを考えたローテーションと今回なっております。まあ一つ一つ、まあ4つなんでね、紹介させていただければと思うんですけども、まあこういった形となっております。地方の土佐回りっていうね、まあ要はウィニングポストで言うと、このね、1900年代っていうのは地方はね、そんなにね、強い馬がいない設定になってますんで、今チャンスなんです。今がチャンスですよって感じなんですね。でそんな形にするとこんな感じになります。世界に出るにはちょっと厳しいね、ダート馬っているじゃないですか。それをね、要は日本国内のダートだったらもう無双できるだろうっていうね、まあ、海外のね、史実馬でもそうだと思うんですよ。やっぱりね、ギリギリの戦いするよりは安牌切っていった方がいいよねっていう考え方ができると思うんですね。それのローテーションがこんな形ですね。川崎記念行って放牧一周させて、名古屋大商店行かして、ダイオライト記念行かして放牧一周して、柏記念行って放牧3周して、帝王賞マーキュリーカップ行って、また放牧かまして日本テレビ行って、金沢にね遠征していただいて、南部杯行っていただいて、放牧していただいて、 JBC クラシック行っていただいて、浦和記念名古屋グランプリ行っていただいて、東京大賞典っていう形ですね。まあ非常になんかこう赤文字なんでね、結構えぐめには設定されてるとは思うんですけども、これをねしっかり踏むことによって全部勝つっていうところまで僕は考えないんですね。どちらかというと出ることに意味があるって感じなんですよ。出ればワンチャン勝てるでしょ、出ないと絶対勝てないんで、レースっていうのはね。だからそういうことでこういった形で結構ね感覚が詰めてはいます。ただこの感覚が詰めているところによって、まあオートでね回していると止めることができなかったりするんですけども、まあ上半期が終わるね7月の1週ぐらいにね様子を見て、あちょっとこの馬ちょっと厳しいかなっていうところで調整していただいて、この連投を消したりだとか、そういうことができるんですよ。まああくまでもこれは一つのね、ローテーション例ですね。もう地方しか走りません、これはね。非常に勝率は高いのでおすすめかなとは思っているローテーションになってきます。さあそしてね、土佐回り海外超っていうのも作ってるんですね。これ何ですかって言ったら、まあ要はね、日本の1970年80年代って意外とねスタミナがあって欧州への適性っていうのがめちゃくちゃ高かったりするんですね。だからそれに関してのプラスアルファで、それなりに格式も高くてお金もある程度もらえるようなレースをチョイスしていっているっていうね形ですね。やっぱ世の中金なんですね。まあでも生産馬っていうか競争馬はもう確実にね経済動物って言われちゃってますからね、本当に。まあでもその中でドラマがあるからいいんだよねっていう感じなんですけども、まあ本当金大事なんで、はい。だからもう金をね意識した、お金を意識したねローテーションとなっております。しかも長距離っていうね、何年もやってるとどんどんね、まあ強い馬出てくるかもしれないんですね。オーダーオブセントジョージとか毎年ねこうね長距離にずっと走ってると結構意外と拾えるんですよね、海外のね長距離っていうのは。やっぱりね長距離で狙い目なのね、オーストラリアとねサウジアラビアって、この2つはねなんかバケモンみたいにね賞金高いんですよ。レッドシーターハンデなんてね、ハンデ戦の G3 なのにね賞金1億6500万ですからね。もうこんなんもういただきますって言ってるようなレベルだと思いますね。シドニーに関してはねちょっとね適正的に考えたらすごい左にあるのでどうなんだろうって感じなんですけども、ちゃんと1億円もらえるわけじゃないですか。でオーストラリア本当にね激アツなんですね。まあオーストラリア激アツなね集大成とも言えるのがメルボルンカップの4億円だと思いますね。ここもね非常にね、しっかりね、確認していただきたいんですよ。意外とね長距離ってね賞金高いレースがね意外と多いんですよ。ドバイゴールドカップとかね、ここら辺の欧州に関しては若干ね、まあなどうだろうみたいなところはあるんですよ。バーデン大賞とかね、コアな G1 ですよね。ドイツの G1 なんですよこれね。バーデン競馬場でねやられるレースなんですよ。でも結構格式実は高くてね、まあみんな大好きね、アーバンシーなんか知ってる方だとね、バーデン大賞知ってる方はいらっしゃると思うんですけども、賞金は少ないけど格式が高いレースとかをねチョイスしていって1年踏むことによってある程度の賞金プラス G1 の格も捉えられるんじゃないのかっていう形のローテーションにしてあるのが土佐回り海外長距離って形になっております。そしてね金策芝っていうのを作って
ますね。これはもう本当にね、1億円以上のレースだけにね、ターゲットロックオンしてもう全部ね走らせるっていう形になってます。香港スチュワート1億円ですね。香港ガールドカップも1億円です。でレッドシーター、まあ先ほど言ったレッドシーターもね1億6500万ですね。ドバイシーマ4億5000万です。クイーンエリザベス2億1000万です。まあちなみにですけども、日本国内の G1 っていうのも格式がある程度高くて賞金も高いんですけども、実はですねうまく噛み合わないところが結構あったりするんですね。でまあなので香港もね非常に狙い目なところになってくるので、賞金としてはこういった形でね、クイーンエリザベス2世カップですね、クイーンクイーンしていくっていうね、クイーンエリザベスは絶対に渡さないみたいなローテーション前半戦になってくるんですけども、さりげなく安田記念と宝塚記念をねかましていく。安田記念はこの時期でね一番ね高い1億8000万って形になっているのと、宝塚記念はもともと2億円ですからね、海外のね G1 っていうのはある程度やっぱりねアメリカの芝とかそうなんですけども、ブリーダーズカップっていうのがすごいねイメージにあるし、まあ欧州で言えば凱旋門賞ってあるんですけども、まあ普通にね、平場みたいな感じで G1 が行われてしまうんで、賞金がむちゃくちゃ少ないんですよ。格式よりも賞金にウェイトを置いていくとこんな感じなんですけども、意外や意外なんですよ。このサセックスステークスっていうのはね1億1000万もらえますからね、激アツですよねこれに関しては。でそしてねやっぱりオーストラリアですね、コーフィールドカップですね、この2億7000万ですから。でまあこの時にちょうどねザ・エベレストっていうね、なんかもう普通に短距離なのにね5億円ぐらいもらえるようなわけわかんないレースがあって、コックスプレートですね。まあこれ長距離がね、まあ要はさっき言ったメルボルンカップの同日に行われて、メルボルンカップに目が行きやすいんですよ。コックスプレート2億7000万ですからね、天皇賞秋より全然ね賞金が高いので、ここはね狙っていった方がいいローテーション。そしてやっぱりねみんな大好きジャパンカップですね、4億円です、ありがとうございます。香港カップもね、2億5000万ですが、ここはね狙っていった方がいいですね。有馬記念です。まあ総額普通にねもし全部勝っちゃったらね、まあ1年でこのローテーションでね30億40億を軽く稼げるようなローテーションを作ってあります。ただどうしてもね連投だったりっていうところがね、踏んでいくところがあったりするんで、上半期下半期でしっかりね管理してあげないと結構疲労がねウェイト的には集まってきちゃうんですよ。もう最初はねなんかもう史実馬のねダウンロードコンテンツが持っていられる方だとね、もうここでね、まあ普通にダウンロードコンテンツのね札束をしっかりここで回収していってね、自分のね牧場のねまあ軍資金にしていっていただければと思えるぐらいねめちゃくちゃ稼げるねローテーションとなっております。そしてね金作砂がねもうやばいんです。本当に1年が始まったたった4ヶ月でね30億ぐらい稼ぎますからねこのローテーションは。ペガサスワールドカップ行ってサウジカップ行ってドバイワールドカップです。これ全部勝ったらもうやばいですね。ペガサスワールドカップね、まあ約1億9000万ですね。でサウジカップがもう11億なんでぶち抜けてるんですね。もうこの時点で12億9000万ですよね。でそしてドバイワールドカップを勝つことによってね、もう春で20億30億稼いできちゃうんですね。でもうこれ全部勝っちゃった後に、しかもさりげなく柏記念っていうね7000万のねダートっていうね、ダートレースっていうのはね冬から春にかけて結構ねあのレースが多いようなイメージがあるんですけども、賞金に関してはもうここの3つがぶち抜けてて、あとあるのはブリーダーズカップぐらいになっちゃうので、賞金がぶち抜けて高いのはこの3つを落とさないようなねローテーションをね踏んでいかないとちょっともったいないっていう感じですね。さりげなくメトロポリタンハンデっていうのはね8500万円もらえますから、1億円届いてないんですけども、まあここら辺のね間でね金額をね加算させていくっていうところで考えれば、このローテーション的にはね、OK な感じで、そして帝王賞も7000万ですね、南部杯も6000万、ここら辺はねあの芝よりは若干ねやっぱ日本国内なんで賞金が少ないんですよ。ブリーダーズカップクラシック3億5000万ですからね、ここでもね取り戻していただいて、チャンピオンズカップで1億円稼いでいただいて、東京大賞典で8000万でまたペガサスワールドカップに戻っていくっていうね形かなと思います。シガーとかね、皆さんご存知だと思います。アファームドとかもそうかもしれないんですけども、非常にねダートね優秀な馬っていうのがね世界にはゴロゴロいます。 DLC 使われてない方とかでも、日本国内でもだんだん80年代後半になってくるとねダートで強い馬っていうのがねポツポツ出てきますんで、いや逆に言えばですよ、ペガサスワールドカップは別として、サウジカップっていうのは5着まで1億円もらえますから、普通に考えていただければね、もうこの時点で絶対出した方がいいレースだっていう形になるんですよね。でまあそこでねある程度賞金を稼いでいただいて、まあこれ年間で回すとね、これも30億40億近くね、総賞金手に入るようなローテーションになってますんで、この2つをね金作芝金作砂を回すことによって、だいたい1年間で80億弱ぐらい絶対入ってくるような形のローテーションを組んで1年を過ごしていただければ、
おそらくね、これね、年末に行けば200億円ですね。80億あったらね、優秀なね、二次札金札のね、繁殖牝馬を買おうとしても、だいたい1頭4億から5億するっていうところを考えていただければ、16頭ぐらい買えるってことは、まあ、馬のね、総入れ替えとかもすることができるぐらいになってきます。それをね、5年やれば400億ですからね、もう何やったって平均になってくるじゃないですか。その部分を考えていただければ、このローテーションね、おすすめかなと思います。ちなみにこの年はね、エリモジョージと、グリーングラスがまだ残っていたんで、この2人をね、頑張っていただこうっていう形にはなって、土佐回り長距離を回させていただいて、アファームドに金作のダートを走っていただき、英雄ジョン・ヘンリーにね、本当に英雄になっていただくって形で金作芝の方を回させていただいて、念のためですけども、まあ海外にね、スペクター・キラービットがいますから、この馬は本当に強かった馬ですから、この馬もね、一応この同じようにね、やべえローテーションかまさせていただくっていう形で1年をね、分回してみて、実際ね、これをね、うまくね、回させていただいて、まあ馬はね、壊れないのかっていうところもあると思うんで、そこをねチェックしていただきたいかなと思います。さあということでですね、1980年の年末に来させていただきました。どういった形かと言いますと、こういった形になりました。スペクター・キュラービットが大暴れしましたね。アファームのでも勝てなかったっていうところがちょっと面白いんですけど、スペクター・キュラービットがね、強烈なね、勝ち方をしましたね。もう金作ローテでね、しっかりこんだけねぶっ飛んだ形になるっていう形になっております。この馬健康も非常に良かったんでね、かなりね強い馬の一頭だとは思うんですけども、このねローテーションをしっかりねこなせているから、もう一撃で総賞金34億までね、跳ね上がっておりますけども、そしてね他の馬見させていただければ、ジョン・ヘンリーですね、まあ32億までね上がっていきましたけども、ほぼほぼ勝ってますね。サセックス・ステークスがちょっとね距離適正ギリギリだったんでね、マニカト強いですからね、マニカトにねしばかれていったスタイルでしたけども、まああとはもう自分のところの馬とねしのぎをね削っていった形、まあでもエリモジョージでもしっかりねこういった形で最初のね前半戦はね、まあまあ8歳ですからね、勝っていったんですけども、一応ね予備で入れておいたグリーングラスが後々ね後の方はしっかり勝っていってくれているんでね、賞金的にはね土佐回りねうまく機能しているかなっていう形にはなっております。まあ非常にね、まあ年末1年間分回してね80億円ねこのセーブデータだとね手に入れることができましたけども、馬が多いですからね僕のセーブデータ、そんな簡単にはいかないでしょうって思われるかもしれないんですけども、意外とねこのローテーションってね、まあ味噌になってくるかなと思います。進みがねいい方だと本当にね破産ギリギリまでね一気にね資金をね吹っ飛ばされることとかもあったりしますんで、そこをねうまくね、この金作ローテだったりね土佐回りローテでね G1 の価値、この後引退させたねエリモジョージとか、まあグリーングラスも非常にね価値が高くなっていって、種付け量が上がっている、種付け量が上がってるってことは、春になったらねボーナスで種付け金のボーナス金をねいただけるとか、そういうところでねうまくねぐるぐるね回っていくようになっていきますんで、このね金作ローテだったりね土佐回りローテねおすすめなんでね、ぜひね試してみてはいかがかなと思います。こんな形で引き続きウィニングボスの動画まだまだ出していきたいと思っておりますので、ぜひちょっとでも面白いなって思っていただいた方はチャンネルの登録もぜひともよろしくお願いいたします。今回はここで終わりたいかなと思います。またぜひ次の動画配信も見ていただければと思います。それでは次の動画配信でバイバイ。